どうも皆さんこんにちは。今回もデッキ紹介よっていきたいと思います。今回今ね、多分これおそらく公開日 KC カップ中とかになるのかなと思うんですけど、そんなお構いなしで倍にしていこうかなと今これって感じなんですけどね。デッキ名こちら、帰ってきたバインマン。こちらのデッキで、お相手がその無警戒に殴ってきたところをワンキューしていこうかなという、今までの僕の動画見ていただいてる方だったら、もうバインって聞けばこいつ何がしてるのかっていうのが多分ね、分かっていただけるんじゃないかと思うんですけども、コンボ先に説明しますわ。ラストギャンブルでね、コンボパーツを集めますわ。これで6出して、でコンボパーツ集める。で、集めなくても別に手札に揃ってもいいんですけど、揃わなきゃいけないカードは、エスプリットバード、忍びガラス、ヤマタのドラゴン、スパイクシールド、この3枚です。で、何するか、まずこのエスプリットバード、忍びガラスって誰が使ってんだよっていうこのカードをですね、セットします。でこいつの効果は、このカードが相手モンスターと戦闘と行うダメージステップ開始時からダメージ計算前までに、手札からスプリットモンスターを捨てると、そいつの捨てたスプリットモンスターの攻撃力と守備力 をパクりますと、それになりますという効果なんですよ。で捨てるカードがこれ、ヤマタのドラゴン、攻撃力2600、守備力は3100、これ効果どうでもいいんで飛ばします。でこれをね、鎖付きスパイクシールド、これはどういう効果かっていうと、攻撃力500ポイントアップの装備カード扱いとして装備できますよと、モンスターに。でモンスターが守備表示で戦闘を行う場合に、その守備力が攻撃力分アップしますよっていうカードなんですよ。だから守備表示だったらすごい守備力を叩き出せるんですよね。だから反射ダメージがエグくなるっていうことなんですけど、今回どうなるかっていうと、守備力が一体いくつなのかと、じゃあこいつの守備力がね、ゼロじゃないですか、もともと。なんですけど、こいつの効果でまずこれ捨てます。そうすると守備力3100になりますね。で、草付きスパイクシールドの効果を使うと、攻撃力が、500アップするから3100になりますね。こいつの攻撃力が。で、守備表示で戦闘なので、3100に攻撃力の3100が足されて、こいつの守備力が6200っていう。ふざけすぎだな、このデッキ。守備力が6200になりますよと。で、反射ダメージで4000を削り切るという。だから要するに攻撃力が2200以下だったら、ワン切るということですね。で、2200以下にしたいから、もう角球で殴ってくれれば別にいいんですけど、上下で殴ってきた場合はこう分断の壁とかね、この辺でこう、コンパトリックしていったりとか。あと、コンボパーツを集めるのに、ミミックとかね、ガードブロック、それから、委託アヌビスあたりを積んでいるという感じですね。見ていただいた方がね、このね、バインはね、とにかくね、見ていただかなきゃね、わからないと思う。早いから、そっちの方が。早速、反射ダメージで、環境デッキ、どうも、油断してる、バカどもを買っていきたいと思います。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、エド・フェニックスさんですね。よろしくお願いします。デュエル、スタンバイ。ザ・お前に、プロにプロのタクティクスをお見合いしてあげましょう。っていうのはいいんじゃないですか。2も3枚のうち2枚は揃ってるんで、あとは、お馬さんを引くだけですね。お馬付き、スパイクシールドを、引くだけという感じでございます。さあ、俺の運命力で月のドローに、もちろん、お馬付きスパイクシールドを引いたから、ちょっと待ってろ、お前。おー、いいじゃないか。ディヒーローか。マスクチェンジ型か。あれですね。まあ、エクサテキあるか、マスクチェンジもね、がっつり入ってるでしょう、おそらく。さあ、いいぞ、敵直が当たった。さあ、セットカード何枚だ、セットカード何枚だ、1枚、1枚が OK。で、ドローカード、おぉ、揃ったよ。これいけるんじゃないか、これもういきなりいけるんじゃないか。これ忍びからセット、で、ちょっと一回ガードボック先にセットして、で、スタッフシールドも一応セットして、で、ターンエンド。さあ、殴ってこい、殴れ。シンプル殴って、シンプルなセットカードから殴って、シンラとかだからね、意外とマスクチェンジしてくるから。コートメイク下げろ、やめろ、右側だけやめろ、右側だけ残して、俺が悪いから右側だけ残して、右側だけ残して、よし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 ヤマタドラゴンを捨てた。この効果にチェンジして、お馬さん、装備、くらえ、守備力、
おらっぱいん。無警戒に殴りすぎなんだよ。これがプロのタクティクスだぜ。おととい来やがれってんだ、D ヒーロー。対戦、ありがとうございました。さあ、お相手の方、ブラック武藤さんですね。よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。いや、いいぞ、なかなか。意外と無警戒に殴ってくる無能どもには結構決まるぞ、このコンボ。意外とな、勝率は高くはねえけど。そもそもね、なんかね、さっきからね、ギャンブルがないんだよね。なんか普通になんか1とかめっちゃ出るんだけど。機械天使か。機械天使はだるいんだよな。ダッキーニがね、やつだけやめて、やつだけ。ダッキーニとかいうやつだけやめて。あいつだけ出てこなきゃなとかあるんだよね。トーネード。やばい。その動きちょっとやばいな。あー、でもなんかまあまあだな。手形はまあまあ。手形はまあまあ。一応北がセットしようか。いや、なんかめんどくさいな。なんかワンキルされる機会がプンプンするんだが。ワンキルされる、マジでさ、あれだけやめて。うわ、終わったわ。うわ、めんどくさいんだよな、これが。結局ね、やっぱ、KC、今これ、KC のね、予選で撮影したり、ランク戦で撮影したりしてるんですけども、あれっすわ。機械的に強いっすわ。なんだかんだ、やっぱワンキルされっからさ、しかもなんか、プレイングすげえ。まあ、そうは言ってそんな難しくないじゃん。言うて。あれでしょ、スーパーサフィアとスーパーダギに出せばいいんでしょ。そんな難しくないでしょ。だからさ、なんかあれなんだよね、そのバックもそんなにガンク性の環境じゃないから、意外と機械で強いんだよね。どうせこれワンキルされるわ。すまんみんな。これが負け落ちになる可能性しかないぞ。耐えろ。なんとか耐えろ。やつだけやめて。やつだけ。ダギだけやめて。シュートのせいか。まあ、そっちは OK。いいだ、それは全然いい。それは全然いい。まあ、知らないか、そうだったら。それだったらいい。もう一体出さなきゃやめて。あー、なんかやばい。イダテンとかいうやつ、なんかリリースされた。やばい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 。バトルフェイス、お、生きたー。謎に生きていく。謎に生きていくけど。山田のドラゴン引いて、お願い。お願い、ワンチャンあるから山田引いたらなんとかなる。山田のドラゴン引いたら、ツードローワンステ。やべ、破壊耐性めっちゃつけてくる。まあ、いらないだけど、そんなの。バカ誰かよ。まあ、でも、分断はいいか。分断まだあるか。分断まだあるわ。分断まだある。分断まだある、正直。意外と粘れる。ガンクスできた。オッケー。機械天使をガンクスできたらまあまあでかい。これはいける。耐えられる気がする。これ多分、もうなんか出してきて、あ、横。あ、それ殴んの。委託はするか。委託はして、で、ひょいひょい。それはやんないで、一応ガードブロックする。ちょっと待って。あれか。今別に言いなかったのか、ガードブロックだけで。ちょっと見せたら。まあいいや。ここで山田でも引けばいいから。よーし、うわ、いけんのかな、これ。忍びからセット。スパイクシュートセット。セット。で、ターンエンドするけど。これいける。これ、だっきり、やつだけやめて、本当に。やつだけやめて。やつだけ出さないで、お願い。やつだけマジで。やつだけ本当やめて。やつだけはお願い、やめてください。お願いします。すいません、またお祈り系実況者になっております。申し訳ございません、皆さん。お祈り系実況者になっております。俺がバトルフェイス、オッケー。ヒット。バカタルグ、ブンダルカメ、効果発動。お前の攻撃をゼロにして、試してファイル、忍びガラスの効果発動し、っていうだから、山田のドラゴンを捨てることによって攻撃収録アップし、そこに遅延して、お馬さん、スキスパイクシールドを発動。くらえー、守備力、大幅アップジェイ、ドラレーバイーン。シェイ、なめんじゃねえぞ、オルマさん。対戦ありがとうございました。さあ、お相手の方、クロノス対戦ですね。よろしくお願いします。デュエル、スタンバイ。やべえな、そうそう、喉がやべえぜ。カード1枚セットだぜ。分の顔セットだぜ。ターンエンドだぜ。あれやな、今ほら結構セットカードも結構処理してる。玉子やべえ、玉子はやべえ、玉子はマジやべえ。あれですか、ヘイズかな。バリキテリウム強えんだよこいつ。これすげえ強えんだよこいつ。こいつこれリレースしてこれできるか。これめっちゃ強いんだよこれね。ベルトやべえ、なんかめっちゃ理想的な動きされてる。やべえ、終わったわ。これワンキルじゃん、これ。これ次あれでしょ、モンスター引いて、
モセじゃねえや、スピンクスでボンスターって言ってボンスター出してきて終わりじゃんこれ。ざけんなよマジで、なんだよ玉光って。意外とヘイズもまだ生きてんな。外していく、オッケーオッケーオッケー、外していく、ギリギリ生き残っていく、謎に生き残っていく。スピンクスでアタックでこれワンドローしていく、いいぞ、ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンスある、ワンチャンスあるな、ワンチャンスあるけど、ただこれどうすればいいんだ、これ分断しようじゃないか、ドロー、ハヌビスの呪い、ハヌビスの呪い、ハヌビスの呪いか、一応セットして、スパイクシールドか、ハヌビスセットして、でスパイクシールドセットして、だからこれでワンキル決まんねえんだよな、2200、だから守備力が足りないんですよ、守備力が足りないの、6200じゃないから、2200以下に殴ってくれないとワンキルされねえから、若干火力高いな、あいつ。スピンクスの効果で、はい。でモンスターカードで、ああそれ出てるね、はい、了解、出てくるのね、はい、了解、早く出して、ワンチャンあるかな、でもアヌビスの呪いで粘って、分断してるのかなるんだよ、割と分断してるからヘイズなのかなる、粉砕、殴ってくるでしょう、ここは一旦じゃあ、はぁ、お前さ、これやるしかないのか、これはちょっとやるしかないか、いやどうしよう、次のドローでだからあれか、次のドローで山田のドラゴン引けばいいのか、山田のドラゴンを引けばいいのか、次のドローで、なるほど、リーチですね、これだから次のドローで山田のドラゴン引けば問題ない、ドローカード、あーお馬さんか、一旦待とうかな、一旦待つ、ちょっと一旦待ってみるか、アヌビスだからまあなんとかなるでしょ、まだ一旦待とう、ちょ粘るで、まだいける、ジョロジー、開けられるんじゃねえ、これで一応最後一件だ、あんななんかヘイズとかいう、あの過去の異物に紛らわできてない、いけるぞ、お前ならいける、大丈夫だ、一旦粘って粉砕、もう踏まねえだろ、さすがに、メッシュエージ終了前、あ、いったら、ここであるか、ゼロにしちゃえばいいのか、これでゼロにしちゃえばいいのか、これで、ここでゼロにしちゃって、オッケー、これでもう殴れないから、大丈夫、オッケー、頼む、ドローカード、バカだね、いや、まだ俺には最強のスキルが残ってるぜ、行くぜ、手札を2枚ということによって最高で6を出し、6枚ドローすると行こうか、バカ誰かお前はほんとに、ターンエンド、いや俺が負けたんじゃない、これはね、皆さん違いますよ、これはデュエルに負けたんじゃないです、ああ僕はもうデュエルには勝ってた、実際には実質ね、実質、デュエルには勝ってたけど、あのギャンブルに負けたんで負けましたね、完全に、今のはお前に負けたんじゃねえぜ、俺は自分に負けたんだ、お前に負けたんじゃねえ、自分に負けたんだ、何を言ってんの俺は、ダチアタック、はいガードブロック、さあ最後長いでいく、最後も長いでいくぜ、対戦ありがとうございました。何が一だ。